2月2日立命館の英語、だいぶ難しかったと思います。同じポイントがね、入試問題って何度も問われるんですよ。なんとかこれは難しいね。 The apartment buildings surround and dwarf the nearby housesで始まりました。モテチチャンネルです。さてさて、2月2日立命館の英語公表していきましょう。何人かね来てたんですよ、メッセージ。2月2日今までで最高に難しかったんですよ、過去一難しかったんです、絶対取り上げてくださいみたいなのがね来ていたので、取り上げます。過去一かどうかは分かんないですね。全部立命館の問題をね過去解いたわけではないので、ただだいぶ難しかったと思いますね。まあ、2月2日解いて2月3日解いても、あ、確か2月2日の方が難しいなと感じたので、どうですかね、受けた皆様ぜひ教えてください。レベルの高い問題は多かったと思います。なんか河合塾の公表だと変わらずって書いてあったんですけど、難易度去年より難しいと感じましたよ。語彙問題もまあ満点潰しはいつもあるんですけど、それにしたってレベル高かったし、あと読解ですね。やっぱり設問のレベルが上がりましたよね。それはすごく感じたんですけど、どうでしたか？2日の大問1特にレベル上がったんだなって感じましたけどね。はい、じゃあまた多くの視聴者が楽しめる文法語法からいきましょう。まず最初ですね。What is this long list of words? なんとか。これは簡単ですね。What is 何々 for ですからね。これ何のためにあるのっていうやつです。全然難しくはないです。これですね。次。If you have any questions, please feel free to 何々 the office. これトイックでよくあるやつですね。Please feel free to contact ですね。はい、連絡してくださいっていうので、contact は他動詞です。このポイントよく出ますよね。もうすでに動画に出てましたっけ ?reach もそうですよね。正常の問題解いてるやつに載ってたかな。はい、reach 人。と同じようにコンタクト人他動詞で使ってください。 to つけないでねです。So you see, his suitcase had a tag with his name なんとか on it ですね。 with プラス名詞プラスアルファっていうやつですけど、まあこれは関係性考えれば name はプリントされる側ですから、だから printed っていうのはわかるでしょう。まあ、文法を知らなくてもいけん、文法で考えても意味で考えてもいけんじゃないかなと思った。次です。 A little more care I could have avoided the mistake。 これはよく出ますね。 with ですね、はい、もうちょっとケアしていたらこのミステイクを避けることができたのに。これもさ、説明しますよね。この with 正常の問題で、正誤問題でしたよね。そう、 with little ってなってて、 little じゃないが、 a little ですよ。そう、だから同じポイントがね、入試問題って何度も問われるんですよ。だから絶対に私の動画見といた方がいいんですよ。こんなに似るっていうぐらいね。そう、坂上さんのあの解き直しのやつとまた出てるじゃない。次、 How dare なんとか that to be ですね。まあこれは How dare you say で、はい、そのまま say 置いてください。疑問文の形とか取りませんので。クエスチョンついてるから知らなかった人は選んじゃうよね。 How dare you say that って何回も言われたことあるので、私よくそんなこと言われてみたいなね。まあこれは板書もしたしね、普段の授業で知っててね。次、 I'm tired because I've been reading なんとか 1000 pages a week。 あ、これは知ってりゃ簡単だけど知らなきゃ無理ですね。 As many as なんとかも多くのっていうやつですね。 As muchやつにもね、深さんのやつが来た時に使えますよね。次、 Did she dream that she was to become an astronaut? 宇宙飛行士になるなんて夢にも思わなかった。はい、して今後の動画に出る気がするな。これも同じようなのそっくりな問題。 Little did she dream。 はい、否定の副詞があって統治が起こるって、同じポイントがよく問われるんです。次、 The task なんとか they are responsible is still left undone。 この is still left undone の部分も重要です、難関題では。で、they are responsible for です。 for which が正解で、これ前置詞足す関係です。何度も授業で言うんですけど、前置詞足す関係代名詞前置詞の問題だから、難関題ではなんか後ろが完全か不完全とかそういう問題は出ないから、あんまり。あ、もちろん基礎レベルの大学で大事です、そこは。難関題ではこれは be responsible for でしょ。で、それを for は responsible の後ろが空欄だったら簡単だけど、前に出すことによって難しくできるってやつです。で、次、語彙問題ですね。This animal rescue center relies on なんとか from local citizens to survive ね。生き残るためにこれに頼ってます。donations。rely on とか depend on 何々って、今回寄付に頼っている。寄付金に頼っている。後ろの to 不定詞とかもね、大事ですね。rely on 何々 to do とかね。次、the deadline is tomorrow, so let's put away our phones to avoid further
これは難しいね。知らない人は解けない。まあ消去法でやるしかないかな。Procrastination ですね。これ英検1級の時覚えたかな。グズグズすることってですね。だからもう時間ないよ。もうだから携帯ねとかして勉強するわけですね。次、The powder in a glass of water。水に、はい、パウダーをどうするのか。これも消去法でいけんじゃない。Dissolve、はい、溶かす。だ、solve と dissolve 同じ単語ですから、もともと。解くっていう日本語でもそうですね。溶かす、解く。だ、同じように問題を解くとかっていう時にも使うわけですね。次、They proved that the antique was genuine ですね。はい、2が正解ですね。本物。他は違うでしょ。Deliberate とか意図的とか、Mature tame も全然違う。次、The unhappy situation I found myself in could only be described as a serious なんとか。これは難しいね。Predicament ですね。苦境とかって。これもまあ英検1級で覚えた単語。だから英検1級レベルのがちょっと出てるなという印象ですね。Prom ってあのダンスパーティーですか？高校卒業の時の。Prance、陽気に歩くとか。動詞じゃない Prance って名詞ある？続いて言い換えですね。はい。The Arctic environment created problems for the team. Arctic っていうのが北極だから、Polar ですね。Polar Bear とかっていうですね。It was an adorable performance by the children ですね。子供やって素晴らしいって言うんですね。Adorable。アメリカ留学してた時に言語学の授業で女性の方が使う割合が高い単語といえばっていう、その例として Adorable が出てたの今でも覚えてますね。We need to modify the materials ね。はい。Material modify。改良するわけだから、Adapt が正解ですね。なんか難しいんじゃないこの日本語訳と日本語訳こう覚えてて合わないとかっていうのがありそうでね。次とかもそうだな。The apartment buildings surround and dwarf the nearby houses. はい。近くの、あ、nearby、形容詞で使ってくださいね。近くの家を囲んでるサラウンディングして、dwarf っていうのが、知らないか、あの、小人のことですよね。なんで、ちっちゃくするっていうのから来るんだけど、だそれをどう解釈するかじゃない。dignify displace で違うとしても、disguise、あ、なんか変装で隠すのかなとか思っちゃったりとか、dominate、占領する、どれだろうって思うんですけど、こう、見下ろすとかっていうのも dominate なんで、だ日本語訳で普通に覚えた人は難しいと思いますね。次、the latest developments were jeopardizing our plants。これ、jeopardize は出るんですよ、総計とかだと。だからいつも教える表現なんですけど、授業では。危険にする、threatening が正解ですね。だ in jeopardy とか in danger の意味ですけど、これも絶対教えるんですけど、難関では。あ、だからレベル高いです。いつもより難しい単語が多かったと思いますね。まあ他の日程とかやった人、ぜひですね、比べてどうだったか教えてください。はい、続いて、大問1行きましょうか。まあね、中はね、結構あるんだけどね。最初の問題ね、書いてないってね、正解が。いや、これはね、だから読み直したよ。本当に書いてないのか。B はまあいけるか。C、まあこれも大丈夫。D は悩むんじゃないかな。2回読んだな、これ。本当に合ってるかなと。で、大問2のいわゆる合ってる合ってない、どちらとも言えない。これは悩むよね、やっぱね。1とかもさ、まあ違うだろうけど、本当に書いてあったかなってなったし、2個目もそうだよね。直接的には書いてないけど合ってるよね。まあその3、4、5が3、2、3だろうなって思ったから、1が1個も出てこないとおかしいと思うから、まあまあまあ2は1だろうなって思った。まあ微妙だけどね、本当にこの3のやつ書かれていませんって、いやー、相当むずいと感じました。予備校によって答えが分かれてもおかしくないんじゃないかなと思った問題。まあ次は全体を通した問題の3は簡単だったと思いましたね。続いて穴埋めするやつね。ああ、これね、電話の待ち時間に流れる音が嫌だ、イライラするって。そのイライラさせないにはどうしたらいいかっていうのは、これ出たことあるトピックなんですよ、かつて。入試問題で出てるので。で、これもやっぱ中は簡単なんだよね。なんでこんなさ、簡単なの中出してるくせに、後々の問題ではもっと難しい語彙をさ、説問にしてるのか意味わかんないんだけど。と、A はコンペティターは知っといてね。はい。ライバル会社のことですよ。B 簡単、C もいける。あ、D とか引っかかんないんでね。この this barrier ってこの barrier っていうのがさ、hindrance って書いてあって、hindrance の言い換えになってるわけでしょ。でも hindrance に中ついてるから、なんだこの問題って思いました。getting closer to それに近づいてってるわけですからね。そう、barrier を超えるのに近づいてってるわけです。knowing my status っていうのを選んじゃう人いるかなと思ったけど、knowing my status はもう知ってる状況ですからね。それに近づくじゃなくて、それを知ることによって、hindrance を超えるっていう、ね、障害を超えるって意味ですから、これ引っかかりやすいかなと思った。と、E も、やっぱ文脈分かってればいけるね。っていう。で、次、代名詞指すやつですね。きちんと勉強しましょう、これは。はっきり言って、ほんと勉強大事。The callers who knew their place in the queue。Q ね、並んでるこのラインのことです。はい。で、They が指すのは、まあ、これは歌ですから、わかると思う
けどね。はい、The key も簡単ですね。The way to keep customers from becoming impatient はもう文脈ですぐわかるし。This は、ちょっと悩むかなって思った。これちゃんとね、指してる部分分かって3番っていかないといけないですね。で、4はもう We って、それはもう会社に決まってるわけで。コードメッセージ作ってる。だから、これは楽勝。だ、絵が一番むずいじゃないかなって思ったけどね。次、会話問題。まあまあまあ、ストーリーが派って思ったけど、わかるんじゃない？あなた恋してるのね、恋愛してるのね、みたいなね。さとま、これ9824はすぐできるんじゃないの？数学のクラスに会えたあの子とか言って、わかったよ、恋してんでしょみたいなんで、電話したら直接言いたい、みたいなやつでしたっけ？っていうのは簡単だったかな。場面がね、相変わらず浮かぶかどうかで。で、2個目が場面が浮かびづらい。いわゆる、ナショナルパークのこの案内する側と案内してもらう側なんで、まず、役割が全然違うじゃないですか。この役割が違う時っていうのは選択肢分けた方がいいんですよ。10択のうちのどっちが言うかな。これ4つしか空欄ないのに10択あるじゃないですか。だから選ぶのすごい大変なんですよ。だからまずはお客さんが言う方なのか、それともナショナルパークが言うのかって、これ選択肢見りゃ分かるじゃないですか。説明してる側っていうのがナショナルパークの人で、質問してる側が訪れた人だなって分かるので、その時点でもうバッと選択肢を切ることができるので、それでやらないとだいぶめんどくさいです。ややこしい選択肢がいっぱい入ってるので、で状況としてロッジに行くんですよ。でこのロッジに行く、ロッジの人ではないってことも分かんないといけないですね。そう、泊まる場所の人、ナショナルパークの人とまた別なんで、それが分かんないと最初の3を入れるのも大変だし、5番も状況分かんないと無理だし、8とかもね非常にややこしいと思います。どれだろうって悩む人多いと思いますね。で1は大丈夫かな。最後のやつ、これは簡単にいけるかなと思う。シャトルバスだから。でも選びづらいと思った。この会話もいつもより難しいなと感じましたね。まあ、自分はグランドキャニオンとかナショナルパーク行ったことがあるので、国立公園で、国立公園とロッジですね。ロッジいっぱいあるし、そもそもすごい離れてるっていうのが分かるんで、場面が浮かぶんですけど、そういうの分かんないでホテルに来ててホテルの人と会話してるみたいな風に考えちゃうと意味が分かんないですよ。ホテルのカウンター想像しちゃったら意味分かんない、なんで離れてるのってなっちゃうんで、なんでバス乗るのとかね、という感じだったと思いますね。はい、難しかったかなと思います。はい、ぜひ皆さんの意見をお聞かせください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.